それぞれチキチキンマッシュアンコーキラーローデイエーイ夏だ海だ西洋大爆発ずっとやってるんですよこれ一回やって夏だ海だ西洋爆発イエーイこの夏何人とやりましたかイエーイこの夏ねもう何やこれこれね経験人数ここに刻んでいこうかえっ、ー、今月から千人付き1本でちょっと見立ってくださいこれ、うん、これ今2000人いる、うん、いこれ2000人今2000人や、うん、今ほらいかなやらなやらなあれ、今言っとかなラララララもうあれやっとかな夏だういだ経験人数じゃないですか、はい、なんなんですか今回は、はい、この夏ね、うん、もう9月になりましたんで何人とやりましたかというのを聞いていこうちなみに何人ですこの夏僕はですね正直に80ぐらい夏だ海だ80人ですまあ夏なんでねやっぱりみんなお盛んじゃないですかそうやねやっぱり、はい、僕ね僕もねえじゃん僕もねえというかまあやっぱりムラムラする時期やと思うんでねやっぱね皆さん気になると思うんですようんだよな聞いていこうかほんならもう聞くそれ今日聞きましょうオッケーもうそれで行くででも行くよそれではこの夏何人とやりましたか待ってもしもう行ってますね、うん、もうあいつほんまなんか最近おかしいのよここになんか入れるかな何やってますねうわ何何何えぐいえぐい早く帰り逃げてさあ第2組来ていただきましたかわいいちょっと寄ってカメラマンさんもう顔しか映さんとってエッチやねもっともっとはい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 さあということなんですけど、はい、まあまあもうね夏も終わりかけで、はい、終わってる終わりかけというか終わってるんですけど一つ質問したいんですけど、うん、いいですかもうエロい顔で見てくんなよ、はい、まあまあちょっとねそれにちなんだインタビューなんですけどこの夏ね何人でやりましたかっていう正直に、はいまあ、正直に言ってくださいまあまあ7月6月7月8月ぐらいでねそうですね3ヶ月ぐらいで何人やりましたかこれなんか行こうかじゃあもうプライベートでもいいしもうお仕事とかも知らんけども入れてくれてもいいですじゃあ分かりやすく言いましょうもうチンポ入った数何人ですかっていうことですねお願いしますそれでも行きましょう一人です一人どういう方ですかその一人はちなみに言えないです言われへんの、はい、ホストとかではないホストやめちゃくちゃホストっすね今の反応以外はやってないってことですかやってないですほんまにその人とは何回かしたしてないですあ、一回やってもそれっきりないみたいなあー最低クズやろなまあ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 いいでしょうこれはね、もう純粋や思うんですよあ、クローのレーザーの純粋はぁ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 気になりますねいいですかお聞きしてもはい何ですか私も一人ですおいマジでゼロが良かったでも個人的にゼロが良かったよね、うん、それはじゃあ聞けないですかそれはどういう人内緒です内緒な、はい、内緒コストじゃないですかはいまあ正直ちょ僕が結構重要視してるとこなんですけど、はあはあ、ゴムつけたかつけてないか、まあ、これはちょっと気になりますまあ間違いないですね正直に言って、うん、もうそれの方好きです僕はいいね、ここあ、ごめんなさい、落ちましたどうなんですか、実際とかえ、つけましたあー、よかった、よかった、よかったそれはよかったもう言うとかなそれもう、つけたりというかみなみなちゃんを守りながらこういうのありましたからね、実際ねはい、カルトはね、全然違いますはい、つけてるよちゃんとつけるつけてとかいらんねんあんまりつけてないみたいになるから俺、ザマもちゃんとね、気にもしてなちょっと怪しいのよね、さっきからさあ、2組目ということなんですけれどもね、はい、俺ら言いたいことありそうやね、なんかねそうですね、うん、やりたいですねやらしてくれー夏ということで夏だ海だ西洋突破予想イエーイイコイコイコめっちゃイコこんなんやってくれへんからね行かれますからまあまあ、まあ、じゃあちょっと本題の方行きましょうか、はい、早速ねということで今回の本題の方は夏ねプールとか海行きます行ってないですあ、行ってないあまあでもワンチャンプールとか行ってなくてもね道端でもあ全然あるからあえて聞いていこうだからはい、うん、ということで夏に何人とエッチしましたかっていうああいいねこのだから6月7月8月の3ヶ月ぐらい大体、うん、正直に言ってくださいねあの嘘なしで1位の方一応賞金出るんで、うん、いいですかじゃあお姉さんとでも片手ぐらいええー、1.5 ってことですよねだから、はいおーお多いななんかさっきの人らはなんか1人とかゼロとかやった確かに確かにあ、ゼロです
どういうシチュエーションで出会ったかって、まあ、クラブとか。ああ、そうやろな、ね、なんかあんまり言いたくなさそうやな。まあ、あんまり聞いてもね、一人だけじゃ言ってもらう、うんうん、詳しく。おい、ホストです。言うたやろ。じゃあもうお姉さん行きましょうか、はい、まあ、5人ということなんですけどね、お姉さんのと何人でしょうか。いや、この人の後ちょっと全然かするんで、うん、全然いいですよ、そんなんも全然いいですよ。大体でいい、うん、2。うわ、2。いいね、逆に真面目でいいんじゃないですか。月1に1人ぐらい増えていくペースなんや、うん、やらしいな。そのスパンはどれぐらい、その例えば今日1人でやります、で次2人目やるまでの期間というのはどれぐらいでも、うん、え、でもその1ヶ月です。はぁ、いや、そんなやらんもんだよ、みんな。やらんでしょ。7月と8月やらんの。結構、おかしいっすよね、やったもんな。僕は、はい、何人ですか、うん、僕っすか。何ですか、教えてください。10人ぐらいです。めちゃキャバ嬢は含めんといてって言っといてね。キャバ嬢は含めんといてって。あ、キャバ嬢さんです。キャバ嬢さんやっと浸透してきた。やっとや。入れへんかったら、もうゼロです。ということで、ハイテンションキャラが見つけました。いいでしょう。かなりハイテンション。ずっとムラムラなんですよ。僕ら、あの、言われた一声が、かさくれへんいや、あまり言われたことないですけど、嬉しかったですね、逆にね。ギャルですか。ギャルですね、いい感じに。夏っぽい、夏っぽい。で何カップだけ気になったんでいいですか。何カップなんかなと思って。あー、確かに確かに。絶対本題はですね、今年の夏、何人の男の人とエッチなことしたかなって。覚えてましー。まあ、大体何人ぐらいか。6月、7月、8月ぐらい、うん、3ヶ月ぐらい、まあ何人ぐらいだったかな、うん、数えてくれてはる。何人ぐらいですか、大体。両手に収まる。おー、10人ぐらいか、10人か。1人です。逆にほんまですか。逆にその1人って どんな感じでした。何何何、いやいやいや、くん、いや、ホスト。ホストね。あ、はいはいはい、その人としか知らないですか。そうだよ。えらい、えらい。お姉さんは9人、10人ぐらいで、まあ、どうなんでややこしいの。なんでなんでなんで何してる人ですか。何してる人、うん、まあまあ、そこあ、そこから耳打ちしてあげて、それはもう。いいっすか、耳打ちだけ。次こそ耳打ち。やめて、もろっと言って。職業。耳打ちしよう。職業だけもろっと言ってもらえたら。耳打ち好きやな。絶対言わない。彼、かなり口堅いんでね。え？おいです。おい。よ、寄ってます？うん。何してんの？いや、撮影してねえけど、おもろいこと一回やったんか。酔っ払ったテンションで。うん、何してんの。はい、おばいごということで。2人も共有っすね。なんでなの。何カップかだけ、まあまあ一回聞きたいけどな、うん、俺もそれは。でもまあ僕らちょっと口滑らしてもらうかもしれんので、僕らの中で一番口堅い人にやっぱ聞いてもらってもらって。あぜやな、あぜやな。よかったらまあ一番口堅い人に。絶対かも。いいですか、いいですか、ちょっと気になってしまう。絶対言わんとってな。絶対言わんとってな。ほんまに一番口堅い。固めてください。それともう一気に言ってもらって。 F と A、 すごいでかいっすね。いいなんや、素晴らしい。まあ今日もちょっとほんとちょっとね、言い聞きにくいかもしんないんですけども、はいはいはい、まあこの夏、まあ、どれぐらいの男性とまあちょめちょめされたかなっていう。あー、まあ、そうですかね。まあ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 、F と E なんで、うん、それは相当の数いってると思うね。それはもうだって僕全然してほしいっすもん。 F でも E でも好きやん。まあ正直に言ってほしいっす。そやな、嘘はな、うん、もし言いにくかったら、まあ、最悪はうちの鉄壁使うんで、うん、もう絶対言わへんからな、口滑らしてもな。10人ぐらい。まあまあやな、来たいね。めっちゃ多いよ。ちなみになんですけど、あの今まで多分一番多いっすね。一番多いっす、今までインタビューしてきた中で今多分1位っす。うん、みんな嘘つきよるんですよ。でも正直な子が一番いい。優勝だよ。多いと思うんですけどね。いい意味で普通に。
7人ぐらい。おー、でもまあ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 妥当っすね。妥当やな。だからちなみにこの7人、ね、10人やけどさ、まあね、こういうセックスが良かったよみたいなのちょっとあったらね、教えてほしいです。その7人の中で一番興奮した、一番生かされたみたいな。はい、じゃあどういう時ですか。おもちゃとおもちゃでやってんの。あ、もう家にもあるんですか、おもちゃ。あります。な、どんなやつ、どんなやつ。多分、ゾイド、ゾイド。ゾイドって何よ。顔で、顔で、顔でやって、顔でやってるゾイド。お姉さんはおもちゃ持ってる。おもちゃ持ってますよ、家に。家あんねや。でも、中でもいけるタイプです、お姉さん。あ、多分。なるほど。やってもらおう。で、どんなやつ。ベイブレードです。やってみて。ゾイド、ゾイド。ゾイド。一回ゾイドやってみて。